ちらが自家製ローストポークになりまして、低温調理で60度で1時間半、調理してます。これブルスケッタ今日2種ありまして、ブルーロッコリーのブルスケッタと、これはナスを燻製ですね、炭火で焼いて真っ黒に焦がして中の身だけを使ってます。でその隣がモモのハムと、こっち飛びますが首のハムですね、ネック2種類用意してます。こちらはですね、自家製のソーセージと白いんげん豆の煮込みです。ここちょっと見えにくいんですけど、こちらが自家製のサラミです。燻製がかかってます。でこの隣がカブのスープオルマートと申しまして、ジャガイモじゃなくてカブとチーズ、牛乳入ってます。で蒸し煮にしました。これ最後なんです。プラスアルファで小豚の頭を取って解体してボイルして煮こごりにしました。ソプラスアルファっていうトスカーナの生サラミですねをやってます。以上です。どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。はい、面白くない。いや、めちゃくちゃ面白い。面白くない。いや、めちゃくちゃ面白い。牛すじの煮込みです。牛すじの煮込みです。けすけさん半分ね。今日はナスとほうれん草、ベーコン、玉ねぎ、ニンニクが入ったちょっとピリ辛のパスタをご用意いたしました。